障害を持つ当事者の方に触ってもらいながら意見を聞いて、うん、で、それをこう反映させるようなやっぱり取り組みをしてきました、うん、こちら特にですね、視覚障害者の方が使いやすいように今設計してまして、うん、なのでやっぱりこうできるだけ見やすい画面であったりとか、うん、あとは音声対応ですね、はい、音声読み上げにこう対応できるような、そうですね、はい、まあ、まだまだどちらかというとアルファ版で、はいはい、ベータはまあ可能であればこう夏とか秋ぐらいにですね、はいはい、リリースできるようにはしたいなと思ってますけど、うん、はい、まあ、その辺はね、許されるっていうか許容力のある場所でエリアって始めないと完全なものっていうのは永遠にできないから楽しみに待っています。ミライドハウスさんにここに入ったのいつから？4月からですね。4月からね、はい、あ、いよいよ外で紹介をする場所がやっと作れたよって感じ、はい、チェンソルさんのご人力なるほど。でもこんな場所を作ったとこ、少しどんなものがあるか教えてください。ちょっと見てみましょうかね。ワービー人形ですよね。ああ、いろんなもの、クイ、なんとかクイズとか、そう、そして、ああ、デザインの音の違いを、そして素晴らしいショールームというかですよね。そうから最近の車椅子ってすごいんだよね。ウィールもすごいで軽くなったし、これが視覚障害者がこれでさーっとこの展示を読んでさ、すごいんだよね、うん、もう信じられないぐらいでスピードは速いんだよね、はい、ちょっとできればいいよね。それでここでスマホ買ってきちゃって、このルールはどうするのとかっつって袖に来ちゃったらどうする？僕は知ってる人に、なるほど、そうだよね、あ、知らない、やばいとか、これダメだ、いや、だから、そうだよね、だから、そうなんですよ、で、うん、それとかやっぱり違う売り場に行きたいという方とかもいらっしゃるんで、うん、そういう時はその売り場につなぐんですよ、うん、そういうことか、なるほどね。そうすると手助けする方も人脈広がるよね。そうですね、そういう、まあ、温かいつながり、そうそう、あの時にね、手伝ったのが声で聞かれたりするのね、ありました。じゃあ我々の縁も深くするってことだね、袖縁っていうのは。そうなんです。つなぐっていうことでは、うん、その引き継ぎっていう観点では、はい、例えば駅とかだと、うん、こう違う路線のところにつないでいったりとか、うん、はい、まあ、そういうふうなところにも使えるでしょうし、そうですね、っていうことですね。そうやって隣同士がつないでいって次々へっていう、そういう世界っていうのは今度は新しい技術でできるってことだね、うん、今度は一つなぎって感じだね、うん、本当に善意的なところをつないでいくで、ね、でやっぱりまあ、人によって違いますけれども、うん、本当に自分の障害とかをこうお話しするのがやっぱり辛かったりする方もいらっしゃるので、はいはい、でこうやってつないでいくと、もう先ほどの、まあ、アンチョコ、うん、取説っていうのも一緒に飛んでいってるんで、うん、また改めて説明する必要とかないんですね。ですよね。そうそう、向こうも、あ、そうなんだって分かって対応してくれる、うん、同じことを繰り返し説明する必要はない、はい、うん、じゃあ普段私も使おうかな。ぜひ、まあ、多分僕らそろそろ使う側にも回ってる。、うん、この前もちょっとねとか言ってたりして、ね、だいぶ迷惑をかけてきたかもしれない。はい、そういうことで今日忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ミライドハウスさんもありがとうございました。どうもありがとうございました。